PR マーケットブレイクスルーキャスターの山田幸美ですコメンテーターの井上哲夫です今回ご紹介する企業は株式会社キューブシステムですスタジオには代表取締役社長執行役員兼 CDO 中西正弘さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますキューブシステムさんですね上場されてもう20年ですが 非常に堅調に業績が推移してきたなという印象なんですねいいす単一のセグメントですが、はい、3つのシステム関連のサービスを提供されていらっしゃいます、はい、ずっと堅調な業績を上げてこられたその背景ですね、はい、どういったところが強めだったのかも含めてですね、はい、私の方も非常に楽しみにしておりますので,ですお聞かせいただければと思いますよろしくお願いします、はい

代表取締役社長執行役員兼 CDO 中西正弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはキューブシステムの歩みを簡単にご紹介いたします。千九百七十二年、法人企業向けにシステムソリューションサービスを提供する会社として株式会社キューブシステムを設立。千九百八十五年に大阪に拠点。 2002年のジャスダック上場を経て2007年、2009年には海外事業展開の足がかりとしてベトナム、中国にそれぞれ現地法人を設立2013年度に東証一部指定替え2019年度に名古屋に拠点を開設設立以来、売上高、営業利益ともに堅調に推移し 今年で創業50年を迎えますでは初めにキューブシステムの経営理念などについてご説明ください当社の経営理念にはですね人っていう言葉がです、ね、随所に出てまいります、はい、あの人が集まって、えー、ま事業を営んで、えー、人技術を扱いますのも人でありますし事業の成長もです、ね、人とともに成長する、ま、こういう考え方でございますあの当社はあの創業以来50周年を今年迎えます この50年というのはですねまあ社会も大きく変わりましたしあの私どものまあ事業環境も大きく変わってまいりました、えー、大いに変革をする中でですねえ果敢にまあその変化に対応していくとその中で成長していくとこういう中でですねそれに対応できたのもですねやはり人の力というのは大きいと思いますですのであの人が大事だということを念頭にですねこの経営理念を持って進めてございます。 そういうこともございまして、あの基本方針の中にですね、あの総員営業主義という言葉がございます。あの当社は実は営業専任部隊を持たない会社でございますが、技術者がですね、段取りであるとか、いろんな調整事をですね、自らお客様の前で対応させていただきます。その技術者はですね、もちろんあの技術についての知見はございますが、お客様のですね、事業とか業務の内容に精通するということでですね、まあ、そういうのを含めて営業マインドを持って取り組もうというのが当社の心掛けでございます。 これあの年、はい、さらっと言われましたけどもすごいことなん、えー、1972年って日本がいろんなことがあったとして沖縄が返還されたり、はい、日中友好条約でパンダが来た、はい、あの頃にシステムソリューションの会社を立ち上げてこのかっこいい社名をその時にも付けられてたと。 いやあの当初は違う社名でございましたそ,その時はあのお客様の対応をしっかりとやろうということで,です、ねうん、社名を設定いたしましてその後はあの現在の社名に変えるということを行いましたで,では事業内容についてご説明いただけますか当社の事業はです、ね、あの法人企業様向けにシステム・ソリューションサービスを提供するこれは当社の事業でございます。 あのシステムをご提供するということになりますと当然のことながら技術者ををしっかりりととと体制を整えてい,ということになりますそうしたこともございまして国内ではです、ね、北海道に関連子会社そして拠点としましては大阪名古屋に行くと思っておりますそしてあの技術者をです、ね、さらにこう層を集めるということで,です、ね、中国の上海それからホーチミンこうした海外にもです、ね、拠点を持ちましてそちらで,です、ね、技術者をしっかりと育成をし要請をするとこんな体制を取って進んで でございます。着実な歩みを遂げられてきたということです、ねあ。ありがとうございます。えー、あの当社のサービスはですね、直接消費者の皆様にですねご利用いただけるというものではございません。あの法人企業様の業務の取り組みの中でお役に立つ、お役に立てる、まそういったところの分野になっております、えー。例えばですけども、大手のスーパーマーケット様のですね、需要を的確に予測をして発注業も効率化する、もうこんなご支援であるとか。 あるいは金融機関では多分皆様もご利用だと思いますがインターネットバンキングのまあこういった業務のですねサポートをさせていただくまあこんな分野がですね当社がまあ関わっているまあ分野でございますあのまあ当社の手掛けましたシステムがですね皆様のお身近なところで活躍しているというところがですねまあ私どものまあ誇りでございます事業の強みは後ほど詳しくお伺いします続いてはこちらのトピックです。 ここからはパフォーマンスオーバービュー、キューブシステムの業績についてお伺いします。まずは前期、2021年3月期の通期業績から振り返ってください。前期はですね、まあ、社会の中は大変な大きな制約がございました。まあ、皆さんもご存知の通り、コロナ禍の中でですね、なかなか需要の不透明さがあって、どう進めるのか、こういうご懸念も結構あったのだと思います。 結果としましては売上高は147億円営業利益は11億円とこういう水準を達成するということができましたあのご覧になっている方は0.5%増収かというふうふに思われるかもしれませんけれども、はい、コロナ禍でシステムインテグレーションのお仕事というのは、はい、まず企業さんとかお客さんのところに行っていろいろと詰めなきゃいけない部分があったので、はい、皆さん訪問することができない、はい、というのでここの売上はプラスというのは素晴らしいことなんですよね。 続きまして今期2022年3月期第3四半期の実績についてもお願いします。今期の第3クォーターにつきましては売上高は120億、前期比で13.7%増になります。営業利益につきましても前期に比べまして大きく伸ばすことができました。こちらのところであの今年度一部あの会計の基準と言い,いますか、もし、はい、変更ありましたよね。あそうです、はい。はい あの会計のです、ね、計上基準をです、ね、今年度よりあの正してあ変えてございます。 進行基準を採用するということで,です、ねはい、従来はです、ね、あの第4クォーターに大きく売上利益が出ると、はい、まあこういう構造がございましたけども今期につきましてはそれがまあ平準化されているというふうにお考えていただいたほうがシステムインテグレーションのお仕事って結構、のととところで売上利益がポーンと立つ各社さん、なぜか第4クォーターというのは多かったわけなんですが。はい 今期につきましては今年度につきましては進行基準ですと、はい、あまりその季節性クオータリーの,その変動というのはありませんと前期まではその納品基準だったので第3クオーターというと第3クオーターの,この対比なわけですね。はい これが大きいというのは去年は第四クォーターにやはり売上利益ってものはやっぱり結構立ったと。はい、ございます。うことですね。はいはい、ですのでこの41.7これがそのままあの年度のところでいくわけではないよというふうに、はい、そこはそういうふうに考えてよろしい。そう考えていないでしょうか。はい。新、はい、基準に変えられた、はい、とはいえですね営業利益だともほぼ去年の通期分稼いでいると。で売上高につきましても非常に。 あのマークオータリベースの高い伸びだと思うんですが売り上げとかで今年度好調だった要因というのはどういった部分でしょうか。はい あの昨年、年とです、ねはい、あと大変あの IT 投資を積極的に行われました業者様あの通信とか運輸関連のお客様につきましてはです、ねまあ、大きな需要があったということもあるかと思いますけれども大変な積極的な投資がございました、まあ、そうしたあの戦略的な投資案件をです、ね、当社も担当させていただきまして、まあ、それが売上を大きく牽引したというところでございます。 えそれからあの営業利益につきましてはですねあのいろんなコスト構造が変わっていくという要因が大きくございます。ただもう一つですね私どもが積極的に進めておりますあのビジネスモデルを変革しながら進めていこうというところの取り組みがですねかなりあの進んでまいりました。あの新しくですねあのまあリフトンドシフト型のクラウド環境を使うこういうビジネスがですねかなり動き始めたというところがですね大きく利益を貢献しているというようになってございます。 では今年度2022年3月期の通期業績予想についてはいかがでしょうかあのここにございますように売上高は160億円でございますそして営業利益につきましては昨年11月にですね実は情報修正させていただきました現在はですね14億円を目標にして進めてございます、えー、と表記上ですね この売上金額の下に75.3%とございます。これは、あの、第三クオーターまでのですね、売上の進捗状況ということで。うん、あの、まあ、先ほど第三クオーターの実績のご,ご報告を申し上げましたが。えー、順調にですね、進んできているというところでございます。なるほど。こちら進捗率だということですね。はい、第三クオーター段階の。はい、まあ75、七十で、えー、順行速度で。ということですよね。はい、特に今期は進行基準でございます。から、ね、そうですね。はい、この、あの、数字ですね。通期ベース。 での前期の増収増益率、はいね、こちらあの、はい、こちらも計算しました。あそうですか。すこちら今年度8.2%増収。はい。ありがとうございます。営業利益19.3%増益。はい。計上利益9.7%増益。はい。最終利益ですね。当期純利益につきましては12.12.6%増益。はい。こちらで数字あってますはい。でございます。はい。 あのもうこういう見通しで現在進めてございましてあの期末の配当につきましてはです、ね、あの当初12円の予定を15円ということで3円増配ということで,です、ね、取り扱わせていただこうというふうに考えてございますこれはあの2020年3月期、一、はい、つ前から比べると最終利益倍近くになったんです、ねあはい、そと、ねはい、いうことですよね、はい、続いてはこちらのトピックです。 ここからはフォーカスキューブシステムの強みに焦点を当てます。では、御社事業の強みをお聞かせください。あの当社の強みとして考えていますところ三点についてお話をしたいと思います。一、はいえー、つは顧客の基盤、二つ目は人材、そして三つ目は組織力。えこうした三つについてお話を申し上げます。 まずあの顧客基盤ということにつきましてですけれども、これはあの当社が提供いたしますサービスを使われるエンドユーザー様をですね業種ごとに分類させていただきました図でございます。全体としてですねバランスをとって適度なバランスの中で分類させていただいております。あの需要のバランスを安定的にですね継続的に対処させていただくこうしたところのですね一つ利点がございます。 それからです、ね、もう一つ私が大変大事に思っておりますところはです、ね、いろんなお客様のです、ね、業種業態のノウハウ知見経験値を積、ね、ませていただくということで今後さまざまな業界の中での取り組みについてです、ね、当社が的確に対応できるようなそういうふうなあの、まあ、取り組みにです、ね、つながっていくこれが当社の強みというふうになっているというふうに考えてございます。 当社の技術者がです、ね、目指すべきところというところでもちろん技術者でございますので、まあ、IT に関する技術について知見経験についてはしっかりと見,見かかせていただきます加えましてあのここにありますう営業主義という言葉に裏付けておりますようにお客様の事業業,業務についてより一層です、ね、お客様とできれば同じような目線で理解できるようなそこまで,です、ね、目指して取り組んでいこうということを目指してございますあの目標としましてはですね 複数のお客様の業務ノウハウをしっかりと理解をするということで、お客様が抱えていらっしゃる課題をですね、的確に理解をして、そしてそれをどういう形でシステムに IT にですね実装していくのかというところをですね、一緒に考えながらできればスピーディーにできれば的確に高品質なものというところでですね、お客様にもあのこのメリットをあの還元できるのではないかというふうに考えてございます。そして3点目でございますが、組織についてのお話になります。 先ほどは人材のお話をいたしましたがこれをです、ね、組織としてしっかりと継承していくということが大事だと思っております。 あの当社のビジネスの大きな部分をですね実はエンハンスサービスというものが占めてございます。これはあのお客様にシステムをご利用いただきながらそのシステムをより使い勝手いいような形で改善改良化されていくそしてそのシステムの中に内在いたしますデータをですねご活用いただくこういう取り組みをしますのがこのエンハンスサービスでございます。こういういい年ののの取りり組組みの中ででより一層的確にににお客様にですね価値を感じててたただけるるそのためにはですね組織ととしてこの品質であるとか あるいはマネジメントであるとかこういうものでしっかりと継承していくこれができるっていうのはですね当社の強みではないかというふうに考えてございますしかもこれを多くの業種のお客様について行ってきて、はい、そ,それがノウハウとして御社の中にあると、はい、で,すですので新しいお客様が来た時も、はい、このきちんとエンハンスサービスというものが御社の中にあるので、はい、それを応用したり そうです,ね、することができる。はい、そうです。エンハンスサービスが結果的にエンハンスとするそすということですね。おおした自身。ね、まさにオトバのご意りがございます。はい、この後は CM を挟んで今後の展望を含めさらに詳しくお伺いします。<music> ここからはネクストアクションズキューブシステムの成長戦略を中心にお伺いします。 では、今後の展望を含めまして、御社の次なる戦略についてお話しいただけますか。はい、今後の取り組みについて、まず最初にお話をしますのはですね、当社はですね、持続的に成長していきたい、持続的に社会に貢献できる会社でありたい。え、それは、あの、私は、あの、サスティナビリティ経営と、こういう名前でですね、言わせていただきながらやってございます。この成長を考えていくという中でですね、あの、実は、あの。 差し当たってこの数年間をですね V2026 この六年間をですねどういう考え方で成長していくのかこれがですね今のあの社会に対して応用性に応えていくまあこれが基本だろうと思っておりますこの三つのビジネスモデルにつきましてはまた後ほどご説明いたしますそれでは次にですね当社の V2026 について少しご説明させていただきますあのこの V2026 でございますので2026年を目指して取り組んでいくという考え方でございます。 あの当社はです、ね、これまで自宅型のビジネスを中心に進めてございました。 あのこれはお客様からですねご要請いただいて責任を持って高品質で高生産性で仕上げていくこれはあのこれでやってまいりましたでこれに加えまして今後はですねお客様が求められることを私ども少し考えさせていただいて一歩先をできればお客様で一緒に考えていくこういう企画型のですねビジネスをですね試行しながらやっていきたいこの企画型と自宅型を両輪でですね進めていきたいこんなふうに思っておりますでででですのでそうした中ではですねお客様と同じような目線で ビジネスマインドを持って、そして考えて行動する、こういう姿勢を持ってですねやっていきたいというのが V2026 の基本でございます。で、この2026の6年間をどのように考えているのかということにつきましてですけれども、あの第一次中継前半3年間、第二次中継後半3年間、このように分けさせていただきました。あの第一次中継ではですね、事業と経営の基盤をしっかりと整えていく。 こういう考え方でやってまいりたいと思っております。そしてそこで整えました基盤を使いまして、第2次中継ではですね成長を加速すると、こんなふうな取り組みでいきたいというのが考え方でございます。それでは次にあの3つのビジネスモデルについてお話を申し上げます。あの3つのビジネスモデルにフォーカスをしたというところでございますが、 あの実はこのデジタルビジネスと S.I. ビジネス括弧してリフトアンドシフトというふうに申しております。これはリフトアンドシフトというのはクラウド技術を使うクラウドにシフトするリフトするそしてクラウド上でですねシフトする再構築を再構成するこんな考え方でございます。あのこの2つはですね今企業様が盛んに行われておりますデジタルトランスフォーメーションの取り組みそのものでございます。あの私どもそのものがですねデジタルビジネスとして新しい変革を果たしていくこれもこれでございますが。 お客様のですね。新しいデジタルビジネスの dx の取り組みをご支援するというのがこの2つでございます。で、特にですね。あのリフトシフトにつきましては、昨今のお客様の取り組みの中でですねプロセスを再構成、再構築をするという時、あの取り組みの中でクラウド技術を使うであるとか、あるいはえ sars プラットフォームを使って再構築を行うであるとか。 あるいはマイクロサービス化のようなですね機能を分割させて小さい単位でショートタームでですね。作り変えていく。そして早くサービスに寄与する。こういうシステムを構築に伝える。これは大変多くな多くのですね。需要があるというふうに見ております。私どもはぜひそこを中心にですね。伸ばしていきたいというのは基本感でございます。 そしてエンハンスビジネスは私どもがずっと兼ねて長く担当しておりました領域でここにつきましては長くお客様にですねお答えを申し上げるそうした中でですねより高品質でより高生産性を実現すると。 いう考え方でございます,ですのでエンハンスビジネスについては大きく成長させるというよりもです、ね、ここでしっかりと事業の基盤を作って柱としてそして成長はこのリフトアンドシフトで成長させるそして社会に対してより一層です、ね、当社の価値を感じていただけるような新しいデジタルビジネスを構想していくこれがあの私どもの取り組みの中心になります。なるほどただここれれいずれこのね ここだけを見るとこのビジネスを伸ばしますというふうに見えるんですが、はい、これらのノウハウもいずれはここのエンハンス、はい、本社の中で備えられたエンハンスビ,、はい、ビジネスになるっていうことですね。 この内容につきましては昨年5月にですね3年間の計画として発表させていただきました。そしてちょうどこの表の真ん中にですね先ほどご説明しました今年度の見通しの数字がございます。はい、今年度はですね売上高160億、そして営業利益14億これを目標に進めてございます。来年度2022年度2023年度の目標につきましては。うん 今年度の目標の達成の様子を見ながら、ですね再度しっかりと見定めながら進めてまいりたいというふうに考えてございますこちら、12億3000万を情報修正されましたと、はい、この14億ってふっと見てみると、2022年度の目標として掲げられていた数字よりも大きいぞと、うん、そうなんです、はい、いうことなので、はい、ローリングするときにこの係数目標という部分も、はい、しっかりと見定めながら考える可能性がありますよということですね。 それではですねこれからこの取り組みを進める中で 私が大事だと思っていることについてもう少し細かくご説明させていただきます。これはですね、いわゆる DX 人材ってどんな人材ですかこういう問いかけをいただくことがままございます。私はですね、お答えしているのは当社が目指している姿が実は DX 人材なんです。こんなお話を実はしています。例えばですね、どういうことかと申し上げますと、当社が扱う技術はここにございますように様々でございます。もちろんベーシックにはですね、プログラミングであるとかデータベースとか、こんなことはもちろん扱います。ただ、昨今はですね、 人工知能であるとか、あるいはクラウド、あるいは AR、VR、こういう技術がございます。そしてそれをどういう分野に適用するのかということにつきましては、さまざまな業種業態のお客様にですね、こういう技術を適用する。実はこの真ん中にですね、我々が存在する。我々はこの真ん中で技術を磨こうじゃないか。 これは、あの、我々の考えているソフトウェアエンジニアリングだというふうに考えてございます。で、すので、当社はそういう様々なお客様のですね、デジタルトランスフォーメーションにお役に立てるような、人材、そしてそこで技術が活かせるような人材、これを実現していきたいというのが私の考え方でございます。あの、私がですね、え、ま、社長に就任して以来、あの、いろんなところで実はお話をさせていただいていることがございます。 まず大切にししたいこととしてです、ね、コミュニケーションミューチャルリスペクトという言葉を大切にしたいと思ってお話をしております。 あの言葉の通りでございますがミューチアルリスペクトお互いにですね相手の立場を尊重し合うということそしてこれはですね私どもの仕事は実は一人っきりでできる仕事ではございません必ずチームでありますチームの中にはですねベテランの社員もいますあるいは経験の浅いメンバーもいますあるいは得意な領域がですね異なるメンバーも交じっていまいりますそしてパートナー会社さんもございますしチームの中にはですねお客様を含めてベンダー様を含めて一つのチームとして力を発揮していく。 その時にはですね、お互いのその立場、えー、あるいは経験、お互いの尊敬し合う気持ち、これは基本大事だということを言っております。そしてそれをあの実現する手段としてコミュニケーション。コミュニケーションはですね、えー、自ら積極的に話しかけに行く、自分の考え方を伝えに行く、あるいは相手の考え方を聞きに行く。こういう積極的なコミュニケーションがですね、このチームをですね、強いチームに変えていく。こんなふうに思っております。 そしてちょうどこの中継を始めるときにですね世の中が大変厳しい状況の中で変革を迫られていたということがございましたそのときにですねその変化に対して臆することなくその変化をですね我々自分自身のチャンスに変えていこうじゃないかということで,ですねチェンジをチャンスに変えると h a n チャンス・フォーム・チェンジというような言葉を使ってですね社員に実はえ劇を飛ばしておりました。 ちょっと言葉のご遊びになりますけれども、チェンジという字の中にはです、ね、赤く書いてございます、T というのが隠れてございます、これ、T はです、ね、タブーです、タブーを取っ払うと、それがチャンスに変わるということで取り組んでいきたいというのが、私どもの基本感でございます、うん、経営に対する力強い思い、お聞きしましたけれども、うんはい、何か具体的に取り組んでいることはあるんでしょうか。はい 1> ここ1、2年、実はあのまあコロナ禍の中で、従来は私どもはチームであるプロジェクト型の仕事が基本中心でございます。ですので、社内でもお客様のサイトでもですねメンバーが集まって、そこで,ですね議論しながら進めていく、ただ、コロナの中で,ですねバラバラ分散で,ですね仕事をせざるを得ない、そんなありましたときに、コミュニケーションをどうやって整えるのかというのが大きな問題になりました。 で社内でですね、まあ、メンバーが集って、えー、解決するためのまアプリケーションを実は作りました。あのこれは私どものまあ、えー、言葉でございますけども、スマイルシェアプロダクトというプロダクトをですね実は用意しました。あの三つのあの機能から実は構成してございます。あの詳しくはですね私どものホームページにも結構あの分かりやすく表現できたかなと思うものがございますのでぜひ見ていただきたいと思います。ここからは番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一答です。 御社は2022年に50周年を迎えられますが次の50年はどのようなイメージを持たれていますでしょうかとといいううこでです、はい、いかがでしょうあの次の50年となかなか壮大なことでございまして<笑><笑>あの実は私どもはあの50周年のです、ね、記念のイベントとしてです、ね、社員が50年過去をしっかりと振り返りながらそれからこの先50年にですね この先に向かって、自分たちはどんな風でやりたいのか、こんなことをあのお互いにですね。確認し合う発表し合うまこういうイベントを持とうか、もこれは企画してございます。ま、これはあの社員のメンバーの話で私自身がですね。どう考えるかということについてなんですけども、私はですね。今、この会社でやっておりますようなソフトウェア開発のビジネスはですね。これは基本的にはまあ軸として永遠にやっていきたいと思ってます。 でソフトウェアというのは先ほどご紹介しましたように私どものソフトウェアはです、ね、社会のいろんなところで実はご利用いただいているとでこれはこれで大変な誇りでございまして私はです、ね、ソフトウェア、まあ、これはなかなか実態分かりにくいんですけど仮にその一個ずつのソフトウェアに刻印を書かせていただくとするならば、うん、あのプロデュース・ド・バイ・キューブ・システムという小さな字をです、ね、書いたとでそれがです、ね、社会の至るところに実はあって、うん、あの社会のいろんな生活の中でとか いろんな事業の中で,です、ね、私どもが作ったあのプロデュース・ド・バイ・キューブ・システムのソフトウェアがです、ね、活躍していると、こんなふうな状態がで,す、ね、できたらいいな、こんなふうなことをずっと思ってやっていますうんその着実さというのが大きな今の、ね、成長にもつながっているのかもしれないですね。はい、今回は貴重なお話をあありりががととううごござざいいままししたた はい、あのキューブシステム、今年創業50年ということで、ね、井上さんもおっしゃってましたが、50年前にシステム関連の会社を作るって、すごいですすすごいでよね、あのえー、システムインテグレーション、SIR、はい、とも言われますけれども、こういう会社で一番怖いのって何かっていうと、不採算なプロジェクトで、もうお金決まって、納期決まって、赤字になっちゃいました、ものすごい労力必要でしたってなると、転んじゃうんですね。えー それで昔富士通がね、経営がちょっとよろしくなかった時に黒川という社長が出てその人5年でもうパッと辞めたんだけれども業績をぶわっと戻したわけで,すでこの時に不採算のプロジェクトっていうのを恐れるのこれはもうなくしようがないとだ50億まで損していいとそのための予算を作ったただしここで不採算なプロジェクトをやることによって冒険的で先駆的な技術ノウハウっていうのが入るんだと。 それを次に活かすすって言ってたんですよ決して大きくない状態だったと思うんですよねキューブシステムさんがそういったのを地雷を踏まないようにしながらエンハンス自分のところでそういったノウハウをちゃんとプロバイドしてそれをここまで広げてきたっていうのはもう頭下がりますよね非常に上場20年でね順調に業績が拡大してきた背景にはこういったことがあったんだなって今日はねと とても勉強になりましたフェメノ IR マーケットブレイクスルー次回もお楽しみにこの番組は SBI 証券の提供でお送りしました